第百二回ホッケチャンネルの時間でございますどうぞよろしくお願いいたします一蓮承認は仏法と世間の関係を体と影に例えており影となる世間の乱れは本体である仏法の乱れであると指南をされています つまり、世の中の乱れは、誤った教えが、ルフしていることに起因するというのです。そのことについて、ご遺文より取り上げたいと思います。本日取り上げますご遺文は、諸教と法華教と難易のこと。公安三年二百八十年五月十六日、日蓮聖人が十九歳の時、 断のつでありました、時常人に当てられた著作であります。保華教の第十番目、保守本に、南心難信下とあって、信じがたく理解しがたい教えであると説かれていることについて、時常人が日蓮聖人に尋ねたことに対する編書であります。 日蓮聖人は、法華経が釈尊滅後の主張に大きな導きを与えるとし、流殖菩薩、天台大師、天行大師という三師の解釈を引用して、諸教と法華経の相違を明らかにします。諸教は、随体、つまりは釈尊が方便を交えて説いた教えであることから、異神意義、 信じやすく理解しがたい教えである。対して、法華経は随時の教え、釈尊の本意が直接的に説かれた真実の教えであることから、難信難下、信じがたく理解しがたい教えであるというのです。そして、法華経を信仰することは良いと思われがちですが、 シャクソンの真実の教えを受け止めていかなければならないと教示されます。そして本書の結びには仏法と施法について示されるのであり、それについては本日取り上げる文分であります。ご意文拝読の後、現代語訳を挙げます。仏法ようやく道しければ、 世間もまた俗乱せり、仏法は体のごとし、世間は影のごとし、体回れば影斜めない。幸いなるは我が一門仏意に従って次年にサバニャ海にルニュス。苦しきは世間の学者随体を信じて区会に沈まん。 現代語訳です。仏法の真実が次第に損なわれてしまえば、人の心も乱れ、世の中も濁って乱れてしまうのであります。仏法は本体のようなものであります。世間はそれを映し出す影のようなものであります。そうでありますから、本体である仏法が曲がることで、 誤って理解されてしまうと、影である世間も曲がってしまうという結果がもたらされます。幸いなことに、私、日蓮の一門だけは、釈尊の本意である法華経に寄っているので、自然に涅槃の海に流れ込み、仏となることができるのであります。 反対に今の世の学者たちは、衰退の方便の教えを信奉しているので、苦しみの海に沈んでしまうのでありましょう。ただいま拝読しました文では、仏法と世法の関係についてが示されております。仏法が転動し、消防たる法華経が隠れて亡くなってしまうと、 世間が汚れて乱れた状態となるのです。存在するもの、つまりは本体に光を当てると影が現れますが、その影とは本体の形をそのままに表すものであります。それと同じように仏法と世間の関係性も示されるのです。正しき教えがなくなってしまえば、 世の中も乱れ、仏法が曲がれば影も斜めになるのです。お釈迦様は生涯において八万四千という膨大な教えを説かれましたが、その中にも真実の教えと方便の教えがあるのです。法華経のみが釈尊の本意が説かれた随時の教えであり、唯一の真実な教えであるのです。 幸いなことに、私、つまりは日蓮聖人の一門だけは、釈尊の本意である随時の教え、補欠教を信仰しているため、自然に涅槃の海に流れ込み、仏となることができるのです。対して、今の世の仏法を学ぶ者たちは、随体である方便の教えを信仰しているので、苦しみの海に沈,沈んでしまうのでありましょう。 と設置されています以上、今回は、法華経以外の諸教と法華経の相違、そして仏法と世法の関係について説示をされています。それについてを取り上げてきました。随時の教えである法華経によってのみ、安穏なる世間が現れるのであって、法華経を信じる者は、 自然と仏となることができるという指南であります。次回第104回にお告でございます。ご意文、一ノ沢入道御所、教州釈尊の御所領なり。日蓮聖人は、このシャバ世界が教州釈尊の所領であり、そこに存在する大地、国、山、海、 草、木も、他の仏の所有物ではなく、釈尊の所有物であるというのです。さらに一切主生は釈尊の子であると説置をされています。そのことについて取り上げたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。